ちゃん、こんにちは。さあ、ゆたかさん、はい、どこよりも早い、はい、開幕投手予想。あ、予想していいのか。しましょう、しましょう。これはね、他の投手がモチベーション下がるからね。じゃあ、まあ、加藤なんかもう去年から言われちゃってるから。いち早かったですからね。もう噂なんかがっくりきちゃってもそうですよね。そりゃそうだよ。エスコンフィールドで俺が一番最初に投げたいって思ってたのが加藤って、あれみたいなってなっちゃいますね。なっちゃう、モチベーション。まあでも加藤決まりだからね。そうです。まあ今のところ、はい、動画を撮影してる時点で、あとは田中マー君。そうです、楽天。だからもうエスコンフィールドの先発投手は決まったっていうことで、はい、あ、早っ。加藤、田中。これ田中投手を持ってきたっていうのは、はい、どんな意図があるの？まあ、まず石井監督が考えたのは、やっぱ北海道で、ね、あんな素晴らしい球場で、はい、まあ、投げさすピッチャーって考えると、うん、やっぱ田中マー君って甲子園で準優勝か、準優勝ですね、ね、してるとか駒大苫小牧、まあ、そこ出身だし、はい、まあ、マークに任すかみたいな、やっぱ気を使ってくれた部分もあると思うよね。あ、そういうのを加味してるんですね。やっぱ北海道のなんかこうスターみたいななったじゃない、マー君も高校の時にね、はい、でそういうのもあるし、はい、あとマー君がもう分岐点だと思うんだよ、うん、今年が、はい、で成績も勝ち越してないしさ、勝ち星が負けをね、勝ち越してない、負けが先行ずっとしてきてて、防御率もだんだん下がってきてる。やっぱり自覚、うん、お前がチームを引っ張るみたいな、もう一度引っ張ってくれみたいな、そういう思いも石井監督の中にはあると思うんだよね、はい、それの指名だと思う。あ、なので田中将大投手だと思うことを発表したんですよね、はいはいはい、であと西武が高橋光成投手っていうのも発表されました。まあこれはね、はい、大エースだからな、うん、まあ、西武の言ってみれば、はい、まあ、発表しなくても分かってるよみたいな。そうですね。ただ早かったですね、発表。まあ、早かったな、はい、うん、まあ、今井というね投手もいるけども、うん、はい、まあ、やっぱこう高橋という、はい、やっぱあれだけのこうスタミナを蓄えた、うん、やっぱピッチャーになるだろうなとは思うよね。そうですね、うん、まあ、そこの3チームは決まっているんですが、はい、残りの9チーム、はい、小高さん予想していきましょう、はい、まずカードごとにいきますね、はい、31日金曜日ヤクルトと広島が神宮球場で。おー、そっち行く。はい、はい、ヤクルトと広島、はい、あります。まあ、ヤクルトはやっぱ小川かなって思うよね。あの、去年もそうでしたよね。まあそうだね、はい、まあ、高橋が WBC 行くし、はい、そうだね、一番信頼できる、まあ一番粘り強いしね、うん、一番ゲームを作れるピッチャーっていうことを考えると、はい、やっぱ小川かなと思うよね、はい、うん、さあ、そこと対戦するのはカープです。カープは森下、うん、やっぱりもう大瀬良じゃない、もう新旧交代で、はい、やっぱ大阪が悪いっていうんじゃなくて、うん、森下を大きくするためにやっぱそれだけの自覚を持てと、はい、お前がチームの中心になって柱としてローテーションを守れというようなことで、やっぱ森下を持っていきたいかな、はい、まあ、そう、まあ、順当に言うとそうなってきますよね、まあ、ね、右肘の手術しましたけれども、まあ、開幕に照準ぴたりという記事も出てるので、元気発言で来るよ。お、楽しみですね、ファンもそこは。あ、まあ、そのぐらいの、こう、なんていうの、緊張感があった方がいいよ、うん、そうですね、初めて投げるのが開幕投手、うん、ね、まあ、俺、やっぱ森下好きなんだろうね。いやいや、あの、やっぱこう修正能力とかさ、はい、いろいろ高いピッチャーだし、うん、緩急使えるし、はい、だから彼がやっぱり広島のエースっていうふうに、ん、もう大瀬良から取らないと、うん、ダメだよね、はい、うん、と思うよ俺は、うんうん、さあ、阪神と DeNA のカード、これ阪神まずいきましょう。阪神は、はい、まあ青柳、はい、問題ないですね。何も問題ないと思うよ、はい、いや別に誰が投げてもいいんだよ、伊藤でもいいんだよ、伊藤正史投手。だってこの2人は WBC 行っててもおかしくないピッチャーの2人とも、うん、そうですよね、うん、だから誰が投げてもいいよ阪神は。確かに、まあ、力もあるし、西勇輝投手もいるし、西純也投手もいるし、あ、西勇輝でもいいし、うん、純也でもいいし、いっぱい、ね、いや、いっぱいいるんだよ。いいな。いや、誰が投げてもいいけど、やっぱりそれなりにタイトルを取った、まあ青柳かなって思うよね。そうですね、うん、この日は京セラドーム大阪なので雨柳さんにはならないですね。ならない。よかった、よかった。はい、天井破れない。破れないです。それはすごすぎますね、雨柳さんも。さあ、 DeNA の対する監督投手、これ今永がいないから、はい、まあ大貫かなっていうふうに思ってるけどね。はい、まあ浜ちゃんも考えたんだけどさ、はい、
浜ちゃんとっちらかったらちょっと開幕嫌だなと思って序盤で序盤で、はい、うん、だからまあ大抜きがいいのかなっていうふうには思うけど、ね、うん、まあそうですね、今のが投手がいない分ここは大抜き投手が開幕投手と、はいはい、さあ東京ドームで巨人と中日のカード、はい、これは巨人は、まあ巨人は菅野だよな。そうですよね、戸郷もいないし、はい、まあ、戸郷もチャンスだったんだけどね、今年、うん、菅野から開幕投手を奪い取るという、はい、まあ、だけど WBC があるしね、まあ、そういうところの調整ということから考えると、はい、うん、菅野に任せた方がいいだろうね。そうですね、はい、ここは文句なく、はい、うん、ドラゴンズは、ドラゴンズはね、小笠原、はい、やっぱ大野ではない、もう、うん、まあ、大野ではないっていうか、大野も資格はあるけども、やっぱ若手にやっぱこう変えていかなきゃいけないし、おそらくあの WBC がない年だったらこれから高橋ヒロト、ヒロトになってくるよね、おそらくね、うん、そうなってくるとやっぱこう若手の中でやっぱ経験をさせてやりたいのは小笠原、柳投手って、柳が巨人戦にあんまり良くないんだよね、はい、去年でも、で打たれちゃうの、はい、外しますね、ここ当たるから、そう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 、ああ、そっか、対戦カードにもよりますね、まあ、そうだね、うん、だからまあ柳もものすごい好きなピッチャーで、はい、柳でもいいなと思うんだけど、うん、柳の相性が巨人とはあんまり良くないんだよね、あ、だからその相性を買って、はい、まあ、小笠原の度胸にかけるという、なるほど、分かりました。大野はこう後ろに控えててくれた方が安心感あるもんね、あ、その後のですよね、確かにそうですよね、はい、さあパリーグ、まあ、はい、パリーグはいち早く30日に1試合日本ハムと、まあそうだね、はい、ありますよね、まあ、ここはね加藤と田中って決まってるからね、はい、決まってるので、はいはい、31日の金曜日ベルーナドームで西武対オリックスのカードです、はい、まあ、ここは高橋コーナー決まってるよね、はい、で山本由伸、宮城というのがいないから、うん、まあ、山崎幸也どうなのかな、うんうんうん、まあ、山岡って開幕投手を経験してるんだよね、はい、そうだったんですね、そう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 、だから、まあ、山岡かなっては思うけどね、山崎幸也投手ではなくそこは、まあそうだね、まあ、山岡だな、まあ、予想するのは予想するね、山岡投手、ここは、はいはいはい、さあ最後ペイペイドームで行われるソフトバンクとロッテのカードです、うん、ソフトバンク、まあ、ソフトバンクは東山、はい、まあ、千賀投手抜けましたし、ね、そうだね、うん、でロッテの方は美馬、はい、お、美馬投手、はい、まあ、石川という線もあるけども、うん、はい、まあ、美馬がソフトバンクに強いというね、ああ、相性、うん、かなっていうふうに思うよね、うん、まあ、佐々木朗希がいないわけだから、そうなんですよね、うん、まあ、今年は本当 WBC があるのでいつもとちょっと開幕投手の名前が違ってくるチームもやっぱ出てきます、まあ、だいぶ違うよね、多分ね、はい、うん、まあ、だいぶ違うけどどうだろう、なんかこう昨年あたりから若い選手たちが増えてきて、まあ、村上が代表するようにね、はい、だから開幕投手もある程度若い選手にもう任しちゃった方がいいのかなという、あ、まあ、そんな感じがするけども、まあ、菅野青柳っていうのは、まあ、ベテランのブルーに入ってきてるしね、まあ、小川もそうかな、はい、まあ、田中もそうだしね、うん、まあ、特別な試合だからね、開幕って、そうですよね、あ、まあ、全体の試合のもう一つって考えると、うん、まあ、それまでなんだけどやっぱ勝ってスタートしたいよね、いや、もうどのチームもやっぱ最初に、まあ、そりゃそうだよね、はい、次の日迎えるのが重いもんね、もう開幕まで、そうですよね、だから開幕勝ってれば、あの次の日もね、うん、よし今日もって思うけど、はい、1試合負けただけなのに、うん、今日は勝たないとって起きなきゃいけないのと、はい、よし今日も試合だみたいな、うん、よし今日も勝つぞみたいなモチベーションで起きるのとは全然違うからね、特に最初は勝ちたいよね、そうですね、あの WBC 組が戻ってくるのっていうのはどこから入ってきそうですか、いや、その前には戻ってくるけど、はい、調整がうまくいくかどうかだよね、その調整はその、うん、いわゆる裏ローテと呼ばれてるとこからなんですか、それとも一周本当にがっつり遅らせるんですか、どうなんだろうね、その状態を見ると思うよ、ある程度なんかそれによってね、で連絡も取ると思うよ、あ、どうなの、こう開幕してから何戦目いけるかとか、まあ、例えば全然登板がなく、はい、やっぱこう調整をしてる、うん、できてるんだったら、うん、その
調整のまんまシーズン入った方がいいし、うん、いやちょっと投げすぎて肩張ってますってなると、はい、多少間隔空けて投げさせなきゃいけないし、特にやっぱその WBC の開幕ローテに入ってくるんじゃないかって言われている投手ほどやっぱ球数もある程度いくので、でも調整はできるよな、調整という意味では。あ、まあそうですね、まあ、例えば最初は80球とか。あ、そうですね、60球とか球数制限、はい、まあ、いろいろこう球数制限があるし、うん、だからそこら辺でストップかけてくれるから、はい、だから調整という意味では格好の調整になるよね、うん、全力でいけるし。そうか、そうか。だからまあそういうことを考えるといい調整にもなるということだよね。なるほど。ただどこまで疲れを持って帰ってくるのか、はい、まあ、気持ちの負担も考えてさ、はい、うん、だから山本なんかやっぱ多少疲れて帰ってくるよ、やっぱり日本のエースとして投げなきゃいけないし。そうですね。あと佐々木朗希投手 もう その部類だよね。あと本来であれば日本だと通常チームだと先発ローテに入っている投手が中継ぎ、そうそうそう、第二先発な、はい、ってなってると、また、うん、だから第二先発の選手もやっぱその大体が先発の選手だからさ、はい、チームに帰ればね、うん、だからそこら辺のその球数とか、はい、やっぱ投げ込みもしとかなきゃいけないし、うん、だからそこら辺は難しいところだよね、調整が。そうですよね。だから WBC の調整とシーズンの調整では違ってくるからさ、はい、だからまあここら辺をうまくやってほしいなと思うけどね。そうですね、うん、あとは今言った選手たちがそのキャンプで怪我だったりとかなんかしないでこのまま順調に、まあ、怪我したら入れ替えるからさ、ね、だからもうそれはしょうがないんだけど、はい、あの入れ替えられた方はやっぱ怪我直して調整できるからね、うん、今度今度はそうですね、うん、だからその方がラッキーな部分もあるけどね、はい、はいはい、そうですね、まあ、今の段階で、まあ、豊さんの考える開幕投手予想、はい、今回はお届けしました、ね、まあ、どうなるかね、はい、楽しみです、はい。